はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。4時半を回りました。はい、でもこれはですね、夜にしましょう。ちょっとね、お隣さんの話題が多すぎるでもね、次から次出てくんねん、もうほんまに。はい、夜はあげましょう。別に急ぐ話ではないんで。例の IAEA の事務局長がね、お隣さんに説明に行かはったんですね。それが7日の深夜と言いますけどもですね、その方がですね、その2時間空港から出られなかったという記事でございまして、朝鮮オンラインでございまして、これは昨日の18時13分に出た記事ですね。朝鮮オンライン、ちょっと読みましょうね。タイトルが IAEA 事務局長が来館、激しい反対デモで2時間空港出られずと。いや大変やと、びっくりしちゃったやろね、この人もね。東京電力福島第一原発の処理済み汚染水の海洋放出計画に関する報告書について説明するため、国際原子力機関 IAEA のグロッシ事務局長が7日深夜に来館した。グロッシ氏はソウル金浦国際空港に到着したが、汚染水の海洋放出に反対するデモ隊の激しい抗議を受け、深夜でしょう、深夜にもかかわらずそんな激しいデモやったの。約2時間にわたり空港から出られなかった。ああ、かわいそうに。はい、ホテルに入って寝たかったのに。グロッシ氏は東京からの旅客機で、金浦空港に午後10時50分頃到着した。デモ隊が待ち構えていたため、VIP 用の出口ではなく、2階の出口から空港を出ようとした。だが、ここでもデモ隊が押し寄せており、グロッシ氏はエレベーターに乗って VIP 用出口に戻った。結局、同氏は到着から約2時間後の、8日午後0時50分頃になって、ようやく報道陣とデモ隊の目につかないルートを通って空港を出たと。そのね自分たちに気に入らないね、説明をしに来たと言ってね、気にしたからと言ってね、そういう出迎え方はないと思うんですけどね。国際機関トップが来館時に抗議デモを受けて空港から出られなくなるのは異例。グロッシ氏は4日から7日まで日本を訪れ、海洋放出計画は国際的な安全基準に合致すると結論付けた報告書を岸田文雄首相に手渡したが、韓国では汚染水放出に反対する声が強いと。この事件からもうですね、2日近く経ってますけど、この方がですね、その後どういう行動したかはですね、ニュースで見ていない気がしますね。はい、同氏は8日に韓国原子力安全委員会のユ・グク非委員長、パク・ジン外交部長官とそれぞれ面会するほか、9日には今日ですか、汚染水の海洋放出に対し激しい反対運動をしている最大野党共に民主党の幹部らとも面会する。今日面会するんでしょうね、検視してるんでしょうね、もう終わったと思いますけど、そこで何かあったんかは明日わかると思います。明日のニュース記事だと思います。これでこの記事は終わってますけど、なんというか反対運動がね、押しかけてるんであればですね、警察が左右守ってそのまま出たらええやんと僕は思うんですけど、機動隊ですよ、機動隊と。まあ向こうに機動隊があるのかどうかわかりませんけどね。それで出る道の左右をガッとこう広げたらいいだけの話でしょ。なんでそれができないのか、それを激しく抵抗するんですね、向こうの人たちって。これはね、ムン・ジェイン政権の5年間でですね、市民運動、労働運動を甘やかしすぎたおかげで、彼らはものすごい暴力的になってるんですよ。でそれをですね、あっちからで抑え込むとですね、やっぱり怪我人が出たりするでしょ。で警察がね、ものすごく遠慮してるんですよ。で警察はね、またね、ムン・ジェイン政権の時に任命された人たちが偉いところにいたりするんですね。だから非常にね、そういうところでね、こう強く出られない、あからさまな法律違反ですよ、その道路を塞ぐというのは。多分向こうの法律でもそうだと思うんですけども、日本では道路交通法違反なんで、それで摘発すればいいだけなんですよ。であんまりやれば公務執行妨害ですよね。でだからそれでボンポコ摘発すればいいだけなのに、向こうの警察はですね、それができない。でもうかなりいびつになって、ムン・ジェイン政権の5年間でかなりいびつになりました。ね、それを未だに改められていないと。
んでね、外国からのこういう大事なお客さんが来てるのにですね、2時間も空港の中ですみません待ってくださいとかって言って、情けなくありませんか。なんかそのね、うん、そのどっかのね、まだね、政権がね、ぐらぐらしてる発展途上国とかやったらね、あのそういうことがあるかもしれませんが、僕ら G8 やとかって言うてるわけでしょ。全然先進国ちゃうやんそれって。ボートを抑えきれないとかっていうのは、しかもその反対運動というのがですね、きちんと科学的に大丈夫って説明してるのを、いや違うとか言うてるわけでしょ。エビデンスに、科学のエビデンスに基づかない反対運動でしょ。きちんと出してるのにですね、要はデマを信じてる運動でしょ。超かっこ悪い話やんと。ただね、そのね、こう何を恥ずかしい、かっこ悪いと思うかという感覚はね、もう私 もう毎度言うことですけども、えらいちゃうんですよ日本とは。日本人はそれ恥ずかしいやんというのを思うことをですね、向こうは割と平気だったりするんですね。その感覚はやっぱりね、世界と大きくずれているんちゃいますかね。ね、彼らはね、自分たちがですね、そのずれているということにほとんど気がついていないんですね。いつも言うことですが、彼らって第三者的な目で自分たちがどう見えているのかっていうのを考える機能がですね、ついていないんちゃうかなと。民族的にね、いや個人ではね、そういうことを考えて恥ずかしいと思うような人はいっぱいいるようですよ。その一部がですね、日本にやってきても日本人にあるんやって、あんなやってられへんわというふうにしてですね、日本人になってらっしゃる方が何人もいますけども、大半の人たちはそういうふうに見られないんで、自分たちがですね、こう国際的に見てかなり変なことをやってるということを全く気がつかないわけで、まあ、この動きもそうですね。別にね、気に入らんことを言いに来た人がいたからって言ってね、この物理的にね、そのなんていう、空港に閉じ込めようとかってしてるわけでしょ。変な話、野蛮人のやることはっきり言うて。そうでしょ。しかも深夜ですよ、深夜。金浦空港って確かね、市内からちょっと外れてましたよ。インチョンほどではないにしろね、いやそこまでわざわざ行って何人行ったんか知りませんけどね。このね、処理水騒動でいろんなデモ行われてるでしょうけども、なんていうのかな、初めて何かこう意味のあるデモみたいな、デモっていうか、まあなんていうのかね、市民の動きみたいなのを知り、接しましたね私はね。当初もっとね、街に出てね、ギャン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 言う人がいっぱいいるんかなと、少なくとも数万人規模でね、やってくれるんかなと思ったんですけど、全然やってくれないわけですね。いつも写真見ててもね、な、全然確かないですよ、数百人、多めに見て数百人、あかんやんこれという感じだったんですけど、今回こう写真が出てないんですけど、その空港に閉じ込められるっていうことは、少なくとも100や200は行ったわけでしょ、もっと行ってるかもしれませんね。まあ、それだけの人をですね、だからどっかの市民運動が多分動員したんだと思うんです。しかし暇ですね。何度かってウィークデーですよ。あ、ウィークデーって金曜か、金曜の夜やから、よっしゃ行ったろってなったんでしょうかね。まあそれにしてもですね、運動の方向性、やり方にですね、かなり難があるんではないかなと。で、そう、これやられたことによってね、この IAEA の事務局長がね、お隣さんに対してどういう、こう感想を持つのか、感覚を持つのかということも考えられないでしょうかね。ちょっと考えたら分かるやんそんなんということですけど、お隣さんは本当にこう自分たちの感情を最優先させるんで、人がどう思うかということは3の次なんでしょうね。相手がどう思うかということは3の次なんでしょうね。いや、すごい感覚やなといつもながらに思いますけどね。2時間も、深夜に2時間も空港閉じ込められるって、このグロッシさんもですね、多分これ50代でしょ。まあまああれでしょうね、大変でしたね。まあ、このままはあれでしょうね、 IAEA ってどこに本部があるのか知らないけど、戻られるんでしょうけどね、この今日終わって、明日ですかね、4から7でしたっけ、ちゃうわ、韓国でのあれは書いてないですね、滞在は。
今日野党とも会うと書いてありますね。野党と会った場合の記事は明日読めそうでございます。また明日何かあったらやりますね。これ、今読みましたけども、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。